身のプロ野球選手、プロ野球監督。右投げ右打ち。ニックネームはOrator Jim。1872年からナショナルアソシエーションのミドルタウンで野球を始める。1876年にナショナルリーグが創設されると、所属チームのボストンはリーグを移籍。オルークはナショナルリーグで最初の安打を記録した打者となった。現役選手としての実動は1893年までの22年間で、それまでに2600安打以上を放つ。現役当時に遠投で365フィートを投げることができたという。1894年以降はマイナーリーグでプレーしていたが、1904年に友人であったジョン・マグローの誘いで1試合だけナショナルリーグの試合に出場する機会を得る。最後にメジャーリーグの試合に出場したのは1904年9月22日だった。当時すでにオルークは54歳だったが、その試合では4打数1安打1得点を記録している。同年現役を引退。その後はマイナーリーグのコネチカットリーグの代表を務めていた。1919年、69歳で他界。1945年、ベテランズ委員会がアメリカ野球殿堂入り選手に選出した。順位は年度最終順位。ありがとうございます。